ルディ・ヴァンゲルダーは、ジャズの分野の録音を中心に活躍していた、レコーディングエンジニアである。本名は、ルドルフ・ヴァンゲルダー。ヴァンゲルダーは一般に、音楽史上で最も重要なレコーディングエンジニアの一人と、考えられており、古典的名盤と言われるものも含め、数百のセッションを録音したジャズ史の影の、伝説的人物である。現在一般的に考えられている。 ジャズの音を作ったパイオニアであり、歴史に残る数々の録音を残してきたその功績から2009年に NEA ジャズマスターを授与されている。彼はジャズのレコーディングに今までになかったような明晰さを持ち込み、トランペッターのマイルス・デイビス、ピアニストのセロニアス・モンク、サックス奏者のウェイン・ショーターやジョン・コルトレーンといったジャズ界の偉人の作品を多く録音した。 ゲルダーは多くのレコード会社と仕事をしたが特にブルーノートと深い関係を持っていた。バンゲルダーの録音手法は多くの場合暖かさと存在感のある音の仕上げを賛美されているがこの評価は全面的に共有されているわけではない。特に評論家はピアノの音が細く隠れがちなものになってしまうことに不満を表明している。評論家のリチャード・コックは バンゲルダーのピアノの録音手法は、しばしばピアニストの演奏と同じくらい、独特のものであると書いている。なお、彼は、ジャズだけでなく、1950年代から、ベイ・ボックス等のクラシックの録音も手がけていたが、このことは、一般的にはあまり知られていない。2016年8月25日、イングルウッド・クリフスの自宅で91歳の生涯を閉じた。 その生涯最後となったレコーディングは6月20日のジミコブ・トリオであったニュージャージー州ジャージーシティ生まれ SF の編集者であるゴードン・バンゲルダーの登園にあたるというバンゲルダーのマイクと電子機器への関心は彼が若い頃アマチュア無線に熱中していたことにその起源を求められる彼の最初のレコーディングは彼が献眼技師として働く傍ら ニュージャージー州発見サックにある彼の実家のリビングで行われた。なお、この発見サックの家はレコーディングスタジオとして使用できるように作られていたのである。1952年頃から数年のうちにプレスティッジやサボイといったニューヨーク近辺のレコード会社から仕事の引き合いがあり、同レーベルのほとんどの録音を手がけるようになる。 その後の1954年初め、バンゲルダーは、友人の一人、バリトンサックス奏者のギルメレによって、ジャズレーベル、ブルーノートのプロデューサーである、アルフレッド・ライオンの地遇を得た。この出会いが、バンゲルダーを、第二の人生へ導き、彼とブルーノートの密接な関係を築くこととなった。これを機に、彼は、同レーベルのほとんどの録音も手掛けるようになった。 また、1950年代の半ば、セロニアスモンクは、バンゲルダーを称える、ハコンサックという曲を作曲している。1957年3月7日には、初のステレオ録音にも着手した。1959年夏、バンゲルダーは仕事場を、発見サックから数マイル南東に離れた、イングルウッドクリフスの広いスタジオに移した。スタジオの建物は、 フランク・ロイド・ライトの影響を受け、高い天井と素晴らしい音響を合わせ持った、どこか礼拝堂を思わせるものであった。その年のうちに、バンゲルダーは、フルタイムで、録音の仕事を行うため、剣眼技師を辞めた。その後、1961年からは、インパルス。レコードのほとんどの録音も手掛けるようになり、その中には、ジョン・コルトレーンのアルバム、 バラード、史上の愛も含まれている。ブルーノートとプレスティッジは、この後数年にわたって、バンゲルダーと協力関係を続けたが、バーブなどのいくつかのレーベルは、他のスタジオを使うようになった。なお、バンゲルダー自身は、レコーディング手法について、秘密主義であったため、ファンや評論家は、その詳細について、現在も憶測を重ねている。 1967年にアルフレッド・ライオンがブルーノートの経営から退き、ブルーノートの経営の主導権がリバティレコードに移ると、ブルーノートはバンゲルダー以外のレコーディングエンジニアを定期的に使うようになった。プレスティッジもこれより数年早く他のレコーディングスタジオを使うようになっていた。しかし、バンゲルダーは音楽シーンに残って仕事を続け、 特にクリード・テイラー率いる CTI レコードのスムーズ・ジャズの原型となる一連のレコードではクロスオーバー・ミュージックの流行を促進し大きな商業的成功を収めた。しかし、これらの一部のレコードは評論家にはあまり評価されなかった。作品発表のペースは落ちてきたが、ヴァンゲルダーは晩年もイングルーッド・クリフスに住み、レコーディングエンジニアとして活動していた。 また、1986年には、ブルーノートに帰ってきたジミー・スミスの演奏をデジタルレコーディングで残すなどしている。1998年からは数十年の時を経て、かつてブルーノートでアナログレコードに録音した音源を24ビットのデジタル音源である RVG エディションシリーズにリマスタリングする作業のため多忙である。このシリーズは特に 日本では大絶賛をもって迎えられ、1998年度のスイングジャーナル社主催のジャズディスク大賞で同年度のリマスタリング部門と企画部門の2部門を受賞した。これが発端でインパルスレーベルで出された史上の愛、バラードなど自身が録音したジョン・コルトレーンのアルバムをユニバーサルミュージックから2005年からは彼が プレスティッジレコードで録音した音源のいくつかを、現在プレスティッジブランドを所有している、コンコードレコードからそれぞれ発売するために24ビット、リマスタリングしている。また、同98年には、カウボーイビバップの劇とも曲の作成をしていた、菅野陽子から依頼を受け、同作のサウンドトラック、カウボーイビーバップ OST1、カウボーイビーバップビタミンレス。 カウボーイビーバップ OST2 のディスク、カウボーイビーバップ OST3 ブルーに、レコーディングエンジニアとして参加し、ジャズファンを驚かせた。亡くなる2ヶ月前に行われた生涯最後となった、レコーディングは、ジミー・コブトリオで、運の正しい、パウロ・ベネディッティに、ゲストは、ロイ・ハーグローブであった。ありがとうございます。